まあ、ちょっと結び直そう。こんばんは。毎日お疲れ様ってありがとうございます。なんか黄色く見える。こんばんは。こんばん こんばんは。そう、もうあさってはもうあれなんですよ、4周年コンサートなんですよ。早いもので。あっという間に。この時はあっという間にやってまいります。なんか暗いな。なんでしょうね。暗く見えるけど、まあいいや。服の色で明るさ変わるんでね、もしかしたらそれかもしれない。ひろしさんハート、おいでます元気さんバラ、ディネさんマシュマロ、ゆうちゃんハート、ようさん、としやさん、ありがとうございます。手の調子は悪いです。痛いんですよ。一番なんかこの辺脇とかもなんか筋肉痛なのか、昨日こけたやつで痛いのかと、ちょっとどっちか分からんけど、そう痛いけど、まあまあって感じ、まあまあって感じ。まあまあ、課外活動当たったよ。はどの課外活動やろ。31かな。今当落が出よるのは31のやつかな、多分かな。31の本かな、今出とるな。31日当たりました。どうなんでしょう。30、あ、ってことはやっぱ31か。
やじうまさんハートありがとうございます。そう、お風呂ちょっと染みた。なんか絆創膏ってこの上のこのちょっとの隙間からそう入ってくるんですよね、お湯が。お湯がというか、やじうまさんハートありがとうございます。チコちゃんハートありがとうございます。今日雰囲気違う。髪の毛結んどるけんかな。それ以外は変わらんけ、多分髪の毛を結んでいるからですね。タワーや、うん。あ、本当だ。見えてなかった。ちょっと先に。ダイディーンさん、可愛いギフト。トトリ太郎さん、ありがとうございます。深夜さん、マシュマロ、ありがとうございます。そしてかっ、かっこゆうちゃん、タワー。何のタワーやろ。ありがとうございます。ありがとう。何タワーじゃ。初めましてフォローしました。ありがとうございます。今日誕生日ですって。あ、そういうことですね。ストポンさん、シワイさん、ありがとうございます。そんな、まあみんなおめでとうって言って優しいけど、今日は僕隊の DMM を見ようと思っています。全部見れるか分からんけど、時間ちょっと、誕生日おめでとうって言われたらさらが誕生日みたいなので、最後まで見れるかは別として、あ、そう、このペン使わないと、あー忘れとった。
いつのにしようかな。どうしようかな。いつのがいいですかね。サビナツインが見たくて買ったら夜公演だったって。あらあらあら、確認大事ですね。いや、今日は昼公演にしようかなって思ってます。なんとなくやけど、理由はないけど。どうしようかなって感じ。黄色画面かっこゆうちゃんタワーありがとうございます。どっちにしよう。ありがとうございます。ということで、ではでは、どうしようかな。毛？ああ、髪の毛。ではそんな深掘りするようなことでもないのでスルーしていきたいと思います。ではでは、そうね、やっぱ2期生のやつがいい。あ、でもそっか、クアトロも残っとるんか。いいですね。クアトロも良いですね。どうしようかな。クアトロも見るみたいですね。そうね、クアトロ来週あるし、クアトロの見どころを言って、いや、あのでも駆逐してやればもう見ないので、まあどっちにしろさ、 MC は飛ばすんですけどね、いつも自分がなんか喋っとるところを見ても別に楽しくないので見ないです。そう、そうね、先に消えそうだし、クアトロを見てみたいと思います。
ードないじゃん、もうないじゃん、これ違った違ったわこれなかったや。3月3日って違うね、2月3日だ、自分たちのクアトロは。そうだそうだ、違いましたね、なかったや。じわではでは、チャートリさんですね、リトチャーじゃないや。まあじゃあ最近のやつでいいや、一番最近の昼。じゃあ見ていきたいと思います。でもこれ見た人っていうか今見れる人じゃないとちょっと面白くないかもしれんけど、まあそう、音も流せないんですよね、みんなに。やけんなんともあれやけど、会員の方は、月額会員の方はぜひ見ながら見てください。オーバーチュアから最初があれなんですよね。最初半分ぐらいの人数しか出ないスタートなんですよ、僕隊は。ライリンさん、ハートありがとうございます。今ここですね。あ、これ見てないかも。このとこ見てないかもしれん、これもしかしたら。初めて見たかも。ねえ、後ろで待ってる時は普通に歌いながら待ってます。そう、出てないけど最初から歌ってるんですよ。ドリーミングガールズ、ドリーミングガールズ、今からランランランで、ランランランってかさ、僕隊の中で最初の4曲、最初のブロックが一番好き。上着脱ぐやつ、上着脱ぐの大変なんですよ実は。さこちゃんめっちゃ子供
のとこです。2月じゃないや、3月なのか。いる？ランラン一番好きかも。今ここのやつ。直太朗さんハート、王さんありがとうございます。あ。なんかここの歌詞聞いてめっちゃ考えたんですよ。待たせるよりも待たされる方がどんなに辛くなのにのやつ。待たされるよりん待たせるより待たされる方が楽って、確かにと思った記憶がある。ここめっちゃ好き。このここ飛んで感想のとこ、ここでいつも映ってないけど工藤とこの回った時に見合ってるんですよ。船に見に来たら、来た時は分かるね。ここ今ここです。全体あの直接見るか定点で見るかじゃないと分からんようなポイントもいっぱいある。この通りどんな夢だっていうのとこ、こういうことやるんですよ。ランランランは楽しいけど、ランランランじゃない、未来の果実は楽しいけどめっちゃきつい。なんかずっとこう飛んどる、ずっと飛んどるけどなんかそうきついんですよ。そうここだ、ずっとここでずっとこうやってずっと飛んどるけめっちゃきついんですよ。この何やっけ、未来の果実。工藤すごい。今は未来の果実です。あ、ここもこうやってやるんですよ。なんかこうやってやってってこうやってやるとこがあって、
もこれをやるときはサラは工藤をこの前この時はアイコジやけどパセリじゃない工藤をさやかにみたいな感じでやったりとか工藤をアイコジとやるんですけどこの指差しのとこで工藤とポーンってやったりとかそうやっとるけどこれも実際に見るか定点で見えるかな実際見るかじゃないと多分分からんやつと思うあ、来ますよ吉田中ポイントほらねーのとこほらね幸せ側になるわ今までりねちゃんとそうここフリーなんですよ別にフリーがなくてフリー自由のフリーやけんそうりねちゃんとこれやろうって言ってこうやってハートやって幸せが輪になるっていうのをそうやっとったけどなんかいつも一緒でもあれやなと思って田中美穂と幸せが輪になるにした ここもだ一列になってやるとこ、これこけて怪我した怪我なんです。これも抜かれてないけど、田中美穂にお待ちってやった。これはもういつかのいつか僕隊で左側みんなから右か。上手下手が未だに分からんけど左側になった人だけこれができるかもしれないこれの時にヘイってたまにやるんですけどねたまにねスケさんハートありがとうございますそう今昼公演を見てますビバハリケーンでございますあ、ここですね火が消え、空が消え、クラクラクラーのとこわりのとこ天気予報発そう次見るときとかもう神戸の僕隊当たる気満々だって人はぜひ
構しんどい。あの飛ばされそうな僕がいるで飛ぶとこがきついですとてもきついです。ここ好き、このこれもうこれここ好きです。それでも当たるって思い込むのも大事よ。ここのステップ難しいんですよ。ビバハリケーン、ちょっとタタタタタのとこ、そう、なんかちょっと誰か忘れてしまったけど、お話し会かな、あなんかで、ね、あのビバハリケーンのステップ、あのタン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 のステップがめっちゃすごい綺麗になってたよって言ってくれた人がおって、よくもそんなところを見てくれていたってなりましたね明日の予定が来たので返事します。 MC は飛ばしますMC は飛ばします。MC はお飛ばしいたしまして、MC はお飛ばし、あアイドルが出るか、アイドルなんて呼ばないでよ、見たいと思います。ユニット全部見らんかな時間ないけん、そう、それ全部見るとめっちゃ時間かかりそうやけんやめとこう。いやアイドルの衣装が着たいんですよ、サラは。だって根本体より私はこっちをやりたいんですよ。なんかこの衣装、上半身はゆうなちゃんが着とるやつで、スカートは誰のなんかな、リッセンちゃんかなかなんかの衣装、この衣装をあのザ・アイドル公演ってやつが前 AKB さんであって、ザ・アイドル公演があって、そのザ・アイドル公演の時に我が推しの渡辺麻友様が着ていたんですよ。一見ちょっと違うんよね、でもなんか分からんけど、ゆうなちゃん上半身はゆうなちゃんで、スカートは誰のやろ、でも短かったですよね、リッセンちゃんのかな。それを着たいこれは前田敦子さんの卒業コンサートで着られた衣装なんです。まだ吉田さん出てきてないですよ。
ポンポン隊が出てきました。そしたら誰に笑ったんやろ今。あ、南か、めっちゃ笑ったとこ映っとる。ポンポン隊ですね。なんかポンポン隊謎にみんな好きですよね。何がいいんかあんまり分からんけど。何がいいんか、そう、何がいいんかという、なんか自分的にそんなにポンポン隊の何がいいか分からんけど、なんかめっちゃ笑っとる。なんやろ、なんで笑っとるやろ。ちょいちょい映るのがめっちゃはみ出てる。めっちゃなんか笑ってる。最近メンバー同士のアイコンタクト多い。そう、多分慣れたんだと思います。さあ、僕対緊張しない、もうなんか全然緊張せん最近。なんかこのアイコジが着とるときに、このバックダンサーの衣装を着とるときに、ボーリング屋の店員みたいやねって言ったら怒られた。怒られたんですよ前。まあって言われた。ひとちゃんハート甲子園の48アカデヤさん、バラありがとうございます。そう、でもこのバックダンサーの衣装も、その東京ドームのその卒業コンサートの時の衣装です。衣装というか衣装です。でもこう見たらなんかユニットって長いよね。1曲がフルやけん、この衣装が着たい。うん、これスカート短いんですよね、バックダンサーも。終わった。ジュリエットさん、すみませんが飛ばしますね。ジュリエット飛ばしてディフェンスまで飛ばします。ちょいと豆知識を入れたら、あの、なんやっけ、僕とジュリエットの、僕とジュリエットとジェットコースターの衣装も大島優子さんの卒業コンサートの衣装です。よくね、着させてくれるよね、そんなすごい。はい、じゃあ今からディフェンス見ます。そう、ディフェンスのこのサラたちが着とるディフェンスの衣装はあれです、板野友美さんの卒業コンサートの時の衣装。すごいよね、よく貸してくれる本当に。この日は田中美穂と初めてディフェンスをした日です。そう、サラはね、加藤玲奈さんの衣装でした。です、牧亭公園で釣られたよって。ありがとうございます。
なんか愛しさのディフェンスあるあるは、ディフェンスの時にあのお客さんの顔を見ても大体そらされるいやまあいつもなんですけどね、余計そらされる、なんか分かりやすくそらされる。ドゥ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 ン、ここいつもこけそうになる。素直じゃない唇をドゥンって、あの振り向くっていうか、しゃがんだ状態からくるって回るとこ。そう、しかも船で揺れるけどね、余計。さ、ディフェンスとかはこういう系の曲はオタク時代に聴いてこなかったので、そう、振りが分からん最初はね。もう終盤です。ドゥン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 、終わった。じゃあまた飛ばしまして、竹内先輩まで飛ばしたいと思います。ひまわりめっちゃ長いよね、曲6分5分以上、6分ぐらいない？竹内先輩行きます。ちょっと待って、ドゥ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 、ね、竹内先輩の衣装かわいいよね。なんかあれ、あのあれです、昔のAKBさんのやっとった時の公演の衣装にめっちゃ寄せて作ってくれとる。スカートは長いけど、かわいいアナちゃん。今サビ、1サビ。初見さんありがとうございます。でもここで工藤とこうやって見合わせてこうやって行くんですよ。そこで何かしら話したりなんかふざけたりしてます。
きます。ってとこ。ゆうちゃんバラ、朝香さんハートありがとうございます。なんかね、工藤とはそういう絡むシーン的なのが多い気がする。卒業しても男、この竹内先輩の時に工藤がなんか別にあそこ言うセリフとかないけど、工藤がそう先輩って言い出して声がでかすぎて好き。ここ一人だけ先輩がもうでかすぎて面白い、面白ポイント。今からそんなこんなわけでです、そんなこんなわけでは本当にあの一番覚えるのが難しかった。初日もどうしようどうしよう、ちょっとどうしようって感じでやったのを覚えて、この衣装が一番好きです。上着を脱いだこの衣装が。小さなのとこですね。そうね、これは振りコピ難しいであろう。難しいよこれは。なんか今考えたらそんな難しくないけど、難しかった。やっぱ入りたてで覚えるにしては難しい曲でした。チッ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 、水しぶき頭のとこ、ここはペア振りみたいになってるんですよ。サラは南ゆりな、南戸です。
そう、ここメラメラ大サビか、大サビが2列のど真ん中センターなんですよ。サラやけん初日はここは間違えんようにせんといかんと思ってめっちゃ必死やった。ポイント1番、今は別にそうでもないけど、なんかここシーサイラボをなんかいつも違う人映されよる、なんかいろんなところの人を毎回か変わって映されよるけど、まだ映された試しがない映してくれってなる。今からデジャビューですね。キツネみたいな、なんかポーズ。初めての歌を歌おうってとこですね。初めて会ったあなたをのところはこの下手か、下手の方に自分のファンの人がおったらこうやってあなたってするけど、おらんかったら、おらん、なんかそうめっちゃ近くにおらんなって時は知らない、あのカメラを見ます。このハーフアップいいですね。アンナちゃんがやっとる、この日やっとるハーフアップならいいかも。なんか今までサラがやるハーフアップってここでなんかこうタラーンってやつやったけど、アンナちゃんがやっとるハーフアップはなんかあのビョンってなっとるけん、これいいかもね。いつか今度もうそろそろデジャビューも終わります。指の伸ばしが綺麗、嬉しい、イエーイ。終わりまして、この MC はねいないので、今何時、8時14分、何時から配信始めたっけ、7時45、
7時15か。あ、すいません、そんな細かく言わなくてもいいのに、18時15分に始めたっていう、始める定位だったのでね。でももうちょっとか、言うて、あと夕日と、とりあえず夕日まで見ます。 MC は飛ばすけど、 MC は飛ばさせていただいて、夕日を見ているか。今から夕日を見ます。夕日は多分ポイントっていうかわちゃわちゃな感じですね。あやパンといつもこうやってやってます。あるさーでいつもさーってしとるけど、それを自分のファンの人を見つけてさーってやるのがポイント。これも多分映ってはないけど、見に来たならあれはのやつですね。アイコジと花なんか胸息が割り込んできたやつですね。そう、今までは田中美穂やったけど、前回から胸息になってね。夕日はレスがもらえるチャンスがたくさんあると思います。イエーイ。こことかね。君とか運が良ければ褒めてもらえるでしょう。そう、君とかあなたとかの歌詞はの人は、歌詞の人じゃない、歌詞の時はレスチャンス。その、このこれ後ろでこうやってやるんですよ。それで胸息にお尻で飛ばされて、お尻で飛ばし返しました。あと足踏まれたので倍ぐらいの勢いで踏み返したんですけど、多分そういうのも定点か、でも夕日は定点で見るのがおすすめかもしれない。現地来た人しか見れないポイントですね。でも先に踏んできたのは胸いけどね。先に踏まれたからこう踏まれて、でも踏む手です、衣装の靴なんでね。ここ気づいてなかったや、胸息にスッてやられた。
おお、なお。こんな知らん夕日の最後こんなことになってたなんて知らなかったです、私は。じゃあもう一回見よう。全然曲に合ってない全然曲に合ってないふりをしていらっしゃる方が。終わりました。あ、そう、これはサラは言いたかった。ちょっと音かな。この夕日の霊ですよこの夕日の霊はすごい早く上がってしまった人みたいになったんですけど、1,2,3っていう例だったんですよ。サラは、サラはじゃない、みんなのね、前から決まっていたやつが、それがいつの日からかみんなが真ん中から基本例上がっていくけんさ、それにいつの日からか変わっとって、サラがすんごい例が早く上がった人みたいになって、そう、夜公演からね、もう真ん中から上がろうって変わった、戻ったんですけど、変わったんか、変わったけど、そう、サラはこれでちょっともう昼公演で一番テンションが下がった瞬間昼公演で一番テンションが下がった瞬間でした。これもう最後まで見終わるわ。レイダウンを見ます。みんながこう上がるのが遅くて、サラがめっちゃ早く上がった人みたいになって、みんな3秒って決まっとったやんってなって、でテンションが落ちました今からレイダウンです。すごい画角というか、すごいですね。おお、そう、顔上げたらあれって感じだったし、なんかファンの人になんかみたいな、ちょっと間違ったねみたいな笑いをされて、あってなりましたね。レイダウンのポイントは最初高尾さやかとオッチと腕を組んで止まってるんですよ。でオッチが歌割りのとこに行くまでの間、サラがいつも何かしらコソ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 って何かを話してるんですよ何かを話してます。前まではあんまり、まだオッチと仲良くなかった頃は、仲良くなかったっていうか、あんまり絡み接点がなかった頃はしりとりしてましたけども、仲良くなってからはサラが何かしらをシュッシュッって喋ってます。すごい歌詞よね、私のもの。そう、何かしら話してます。から吉田中の私に歯向かった時はしなったこのムチが飛んできます
今もひざまずきなパートですね。おく、工藤すごい、すごいこと。私のモノパートですね。これでもみんなどういう気持ちで見よるんやろ、そんなひざまずきなとかっていう歌詞のものをどういう気持ちで見よるんやろ。トゥンドゥンドゥンドゥン、じゃんじゃんじゃん、終わった。じゃあ MC 飛ばしますいつも通り MC を飛ばしてビンゴに行きたいと思います。ビンゴです。一番左の一番前にずっといます。この曲の時は基本弦、上手の前の方が当たった。いいね、ここフォーリア前の方が当たった人はずっと見ておれます2番に行くまでずっと前にいるのでね。なんかめっちゃ痛々しい。
スマイルさんバラありがとうございます。そうね、これはワンピースですね。そうね、これは振りコピしやすいですね。ヒントヒントドッグ。指チョキぐるぐる、グッドチョキぐるぐるってやつです。ラストですね。僕の太陽ラストです。これはこれがいらないやつです。ビンゴから太陽になります。リセンちゃんめっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃく見える。ね、僕の太陽ってめっちゃ明るいかし。下を向いて落ち込んでいた、落ち込んでいたってダメさ。愛しさが目印さ、トゥドゥドゥトゥドゥン。ドゥドゥンドゥドゥン。
でもこれ歌詞聞いたらなんかどっちかっていうとみんながメンバーに対してみたいな歌じゃないですか。どっちかっていうと、この円になって回るとこ好き。負けないで僕の太陽って。終わりまして僕の太陽公演終了いたしました。終わり。僕の太陽公演終わりました。こんな感じでちょっと 見ながらの人は楽しかったかもしれんけど、見ながらじゃない人はちょっと 何の話か全然わからんかったかもしれんけど、まあ僕隊の見どころその他もろもろでした。明日は配信できるか分かりませんが、まあって感じです。明後日は4周年のコンサートなのでそれに向けて頑張りたいと思います。初めてなんか実況配信結構やってる人おるけど、そうでも今までやったことなかったのでできてよかったですね。ということで、そっか、もし明日配信せんかったら4周年で次サラを見ることになるんか。そうですね、まあ分からんけど、どうなるか分からんけど、まあということで、そうね、一応4周年もありますので、画面もしくは直接もしくは画面でぜひ見てください。4周年、あ、そっか、4周年あるんか。なんかそんな、なんかそんな感じせん、実感わかん、あるけどなんかもう実感わかん、ドキドキワクワク楽しみ。まあ明日もできればやりたいと思います。ということでランキング見まーす。48位ピアキーさん、24位アサカさん、13位シワエさん、12位スマイルさん、11位シマンチュさん、10位ユカちゃん、9位トモユキさん、8位リネさん、7位ピロシさん、6位ライディーンさん、5位甲子園のフォーティエイト赤田屋さん、4位おいでませ元気さん、3位ゆうちゃん、2位ニシエヌピーさん、そして第1位はかっこゆうちゃん、ありがとうございました。ということで、そうね、うちわを広い会場で自分のうちわをたくさん見つけられたら良いなと思います。まあ明日も、ああ分からんけど、まあできたらするけど、まあ分かりませんが、ということで本日もありがとうございました。それではありがとうございました。